退したとはいえ、ここに長居は無用。安全なところに移って今後の相談をしましょう。大成功でしたね。さて、ちゃんとクールダウンさせないと。まだ気絶してるのかな。理論上ではもうそろそろ目を覚ます可能性が出てくるはずですが、これもデータ収集のうち。行ってみますか。私の目元は丸つぶれじゃん。でも負けない。ミュート、こんなことじゃ負けないもん。ピコ様、ピコ様、大丈夫ですか。うわぁ、誰じゃ、貴様は。僕はカテナです。ここの研究所で研究をしていて。カテナ、まさかあの、あの大丈夫ですか。顔が赤いですが、もし体調が悪ければこのお薬よく効きますから、どうぞ。いい、私もう大丈夫だから。うわ、ちょっと、クラスタニアの連中か。いや、あれはアルキア兵だ。ルキア、一体何しに来たんだ。揉め事を嗅ぎつけては利益を得ようとする連中だって師匠は言ってたよ。あ、師匠。おお、お前らもここにいたのか。大河軍の皆さんもですか。俺たちは陸門を突破してきたところだったんだが、ここへ攻め込む前にさっきの騒ぎだ。町の方は部下に任せて様子を見に来たんだが。さっきの騒ぎって、さっきたちがやったことでしょうか。何、あれをやったのお前たちか。そりゃたまげた。よくやってくれたなお前ら。いや、俺たちっていうよりはここにいるカテナの、あれ、いない。アオト君、皆さん、こっちにクラスタニアの大柄なレーバテイルさんは来ていませんか。え、もしかして男女のことか。あ、こっちには来てないけど、何かあったのか。いえ、何でもありません。来ていなければ別にいいんです。それより、今僕の話をしていませんでした。ああ、あんたが噂のカテナさんか。あ、はい、はじめまして。この製作所で研究員をしているカテナです。おお、学者先生か。よろしくな。さて、いつまでもこんなところにはいられないよ。アルキアの者たちに余計な詮索をされる前に町へ出よう。あ、ああ、先生。な、リッカ。あー、先生、どこにいたんですか。会いたかったです。大丈夫ですか。
君は相変わらずだな。うん、先生、今までどうしてたんですか？急にいなくなっちゃって、リッカすごく寂しかったんですよ。先生、知り合い？ああ、まあ。それでリッカ、こんなところで何を？何をって、タイガを援護しに来たんですよ。歩き屋がタイガを援護？笑っちゃいますね。あなた方は確か中立の立場なのでは？私たちはいつでも弱き者の味方ですわよ。クラスタニアがものすごい大軍引き連れて出て行ったから、一体何する気かと思いきや。なんと知り合いの職場がこんなことになってるんだもの。早く呼んでくれればよかったのに。水臭いじゃないね、カテナ。ね、そのリッカさんって人、カテナとも知り合いなのか？知り合いというほどのものでは。でも悪名高いアルキア研究所のナンバー2、リッカ両者の噂はよく耳にしますよ。久しぶりだというのに随分とご挨拶ですこと。それはそうと、すでに問題は片付いているみたいだけど、一体どういうこと？僕の開発した最新鋭 DFP と青戸くんたちの援護で、綺麗さっぱりと片付けてしまいましたよ。あら、そうなの？あれだけの大軍を？僕が本気を出せば造作もないことですよ。それで、タイガを助ける見返りに、今回はいくら請求するつもりなんですか？確かに金に汚い歩き屋がただで人助けするなんてことは考えられねえ。どうせ裏があるんだろうが。ご心配には及びません。今回は私たちも営利目的の出動じゃないですから。というと？今回のクラスタニアの動きは歩き屋にとってもちょっとっていうか、かなり厄介なのよ。上帝門は私たちにとって唯一のタイガとの接点でしょ。ここをクラスタニアに抑えられたらいいことないってわけ。なるほど、つまりは自己防衛か。それより先生、本当に今までどこで何してたんですか？リッカを置いて黙って行っちゃうなんてひどいですよ。おいリッカ、ベタベタするんじゃない。へえ、なんだ、先生も隅に置けないじゃん。青戸くん、本当にね、知らなかったな、五条とリッカさんがそういう関係だったなんて。言ってくれたら彼女さんにもう少し人当たりよく接したものをさ。だからそういうことではないんだよ。いや、先生ったら照れることないじゃないですか。ねえ先生、せっかく会えたんだから久しぶりに歩き歩きてくださいよ。リッカ、先生と離れたくない。歩き屋、あの子たちがいる場所、さっきの故郷がある場所。さっき、あのリッカさん。ん？何？俺たちをアルキアにあるオーガイって町に連れてってくれないか。ナオトさん、この子を連れて行ってやりたいんだ。アルキア？そうね。僕からもよろしく頼みたい。アオト君はサキを故郷のアルキアへ送り届けたい一心でここまで来たんだよ。先生、わかったわ。先生にお願いされちゃったら断れないじゃない。まあでも厄介なクラスタニアの問題も片付けてくれたみたいだし、そのお礼も兼ねてアルキアまで送ってあげるわ。本当か？ありがとう。もちろん先生も一緒に来るんですよね。は？それじゃあ準備ができたらモロガッカ港へ来てくださいね。楽しみにしていますからね、先生。まさかこんな形でアルキアへ行くことになるとは。
先生がそんなに嫌がるなんて、アルキアになんかトラウマでもあるのか？あ、いや、大丈夫だよ。大したことじゃない。僕も男だ。腹をくくるよ。フィンネル、僕たちも行こう。塔へ渡れるチャンスだよ。どうしたの？何か不都合？そんなことないけど。